はい、どうも。えっ、ー、と、今回はですね、えー、指定暴力団、住吉会参加組織組員がですね、組員も、えー、含む、あれなんですけど、え男、ー、団地中学生をですね、えー、<laughs> 何人ぐらいなんだろうな、イメージ10人ぐらいなんですけど、えー、拉致して監禁して、あの、鉄パイプとかでも、母こ後に、 ぶん殴って大怪我をさせたらしいけど、えー、不起訴らしいよってことで。はい。指定暴力団っているかなまあ、いいか。はい、えー、こんな感じの方、たちかもしれないんですけど、ちょっと違うかもしれないですけどね。えっ、ー、と、 子供の喧嘩じゃなくてですね、えっ、ー、と、暴力団の方も入ってボッコボコにして、ボッコボコのギッタンギッタンにしたんだけど、不寄贈ってことで、えー、<laughs> あの、イメージ的にはですね、あのー、<laughs> 両腕を 上にして、こう、鎖か何かで繋がれててですね、そこをこう、鉄パイプでこう、野球のバットみたいに、ボコボコにこう、ドッカーンみたいな感じで、ぶん殴って、大怪我みたいなイメージなんですけど。はい。で、まあ、こっちの方がですね、ちょっと、映像のイメージが良かったんで、印象がきつくなかったんで、こっちにしたんですけど。えー、あの、 住吉会系とかでなんかこう、見るとですね、あの、捕まった捕まったみたいな感じのばっか出てきて、ちょっと、えー、よろしくないのかなっていうところでこっちにしました。はい、えー、そうですね。えー、鉄パイプでぶん殴ったけどですね、もうちょっと呼びますか。まあ、その、暴力団の人なんですけど、若いんですね。若いからセーフってことなのかな。

夜,夜中の3時頃にですね、えー、っと <laughs>、迎えに行くんですね。で、あの、ちょっと怖いと。寝、ね、寝てるところをですね、ずれてって、よ、よくドア開けましたね。おい、出てこいみたいな感じですかね。で、こう、ま、イメージですよ。工場みたいなところにずれてって、 鎖で上から繋い、つないでですね。えー、あ、駐車場だって。駐車場に連行して、だって。で、換金してですね。えー、鉄パイプでボぼ、ボコこにぶん殴ったそうで。えー、とりあえずですね、この三人はですね、いや、俺たちはついてっただけだから、一発も殴ってないから、っていうことでセーフなのかな。 えー、共犯で逮捕されていた15から18の男女8人。ここでもう11人です。<laughs> だ、男子中学生14歳1人ですよ。おいおい、どん、どんだけ殺す気かよ、みたいな。男女8人は障害なので、家庭裁判所装置。一部容疑者は、不起訴処分。 じゃ、こ、こ、この辺、この辺の人たちは、えー、っと、まだ不寄礎になってないっていうだけで、不寄礎の可能性もあって、だからですね、えー、男子中学生14歳をですね、な、何なんだろう、20人ぐらいで囲んで、ボコボコにしても、 ボコボコにして大怪我させても、不起訴ってことこ、こっちはですね、えー、住吉会系暴力団組ンって書いてありますけど、こっちはもうほんと、もう20秒なんで、こんなことがあったけど不起訴でした。終わりみたいな感じですけど。あれですかね、俺たち、 あの、ついてきてって言われてついてただけだからって感じですかね。いや。いや、今から男子中学生をボッコボコにするからついてきてって言われてついてってる、ついてっててですね。え目の前で男子中学生がボコボコにやられてるんで、止める必要があったぐらいのところはあると思うんですけどね。ど <laughs> どんだけ悪いことしたんですかねあの、男子中学生が、あの、組長の頭取ったとかですね。おっと、やめるか。はい。今の部分は、カットで。えー、っと、とてもひどいことをしたとかですね。そういうのだったら、あ、あそういうのもあるかもしれないですけどね。みたいな。いやー。こういう、 女子中学生だったら、話変わるのかな女子中学生だったら、いやー、かわいそうだよ検察、警察は、不起訴理由を明確にすべき。今回の件は警察は関係ないんですよ。警察は警察でやって、検察がですね、あの、ボコボコにしたのは、OK だよ、みたいな。 っていうお墨付きをあげたような感じになるのかな <coughs> 一番嘆いているのは主となった近隣住民 警察は関係ない人を逮捕している可能性もあるってことだけど、あれでしょ目の前でボコボコに中学生が殴られてるんでしょ ?20 人ぐらいから。えー <coughs>。あれですかね。めんどくさいから吹きそうって感じですかね。お礼参りが怖くて被害者側は暴力団と和解して吹きそう。 処分確定かなああ、あり得るね。なんかお金かなんか積まれたのかなと思ったんだけど、それはあり得るね。あの、お前んとこが、あ被害届取り下げねえとこっちはお前、偉い目食うんじゃ。なあ、取り下げろやって、こう、毎日ですね、あの、旦那さんの会社とかですね、えー、っと、奥さんの、えー パート先とかですね、えー、男子中学生の中学校先とかに行く,行くとですね、取り下げずにはいられなかったっていうところもあるのかな暴力団は直接やったわけじゃないんでしょう。やった、やったとしてもやってないと口裏を合わせるよう指示してるはず。えー、 いや、だけど目の前でですね、あの、20人ぐらいから男子中学生が鉄パイプでボコボコにされてるんですよ。いや、ちょっと待てと。ちょっと待てとですね、えー、やる必要は少なくともあったんじゃないのかな、みたいなのは思いますけど。はい、えー、組が金積んで示談にしたか。えー、集合住宅って生活保護者が住むような集合住宅で、 数百万でも美味しかった。えー、起訴されても一円も入りませんよ。これ、刑事と民事で争えば、とかやれば、多少入ってくるような気もしますけど、その医者料的な部分もですね、あると思うんで、そうですね。あの、今回のことは、あの、組の、組長もですね、 え、組長さんも、あ、ちょっと申し訳ないと思ってるんで、まあ、一千万積むって言ってるんで、えー、これで勘弁してくれって言ったらですね、勘弁してくれなってことなのかな。はい。で、まあ、ヤクザのよっと、暴力団の方はですね、えー、まあ直接は多分手を出してないんでしょうね。あの、えー、俺の裏にはな、 えー、墨吉会計がついとんじゃ、な、お前がどんだけ生きても無理なんじゃ、っていうことで、えー、換してですね、鉄パイプでボコボコにしてですね、いや、俺たちなんかちょっと来てって言われたから、ついてったら、目の前でなんか中学生がボコボコにされてたんで、止めたんですよ、って。言う、言うだけの話なのかもしれないですけどね。 <laughs> えー、あのあれですよ検察官もですねこの件はですね闇に葬りたいんですよ一応男子中学生もあの呼吸ができてるんだからいいじゃないみたいな感じですからね いや、でも目の前で中学生がボコボコにされてたらいくら暴力団の方でもちょっと、ちょ、ちょっと、ちょっとまでとなるような気がするんですけどね。鉄パイプとかでボコボコにしてるんでしょう。え、検察もいくら暴力団とはいえ、罪を犯していなければ起訴はしません。ああ。 夜中の3時に迎えに行って出てくる中学生も中学生ですけどね。で、お家の方も寝てるでしょうに。組の親分が中学生の親に金払って、ああ、残りの連中はあの小指かなんか全部落として、これで勘弁してくれっていう感じですかね。 小指切るかどうか知らないですけどね。なんかテレビとかでよく小指、小指を切るんですよ。まあ、だけどまあ、お,お金でまあ、よしとなったのかな。よしとなってもですね、検察は、この刑事事件は刑事事件なんで、あの、民事の方はそれでいいけど、あの、刑事の方はダメだからって、なるような気がするんだけど。はい、まあ、こ今回はその、 えー、暴力団の方はですね、えー、ついてっただけでしょうけど、うーん、まあねー、はい、世の中、えー、埼玉は怖いよってことで、埼玉は怖いからですね、えー、気をつけましょうってことで、はい、今回は以上です。